韓国企業カカオが開発、提供するスマートフォン、タブレット端末用の無料通はメッセンジャーアプリケーションである。無料通はテキストメッセージサービスだけでなく写真、動画、音声メール、URL を共有できる。個人チャット及びグループチャットが可能で、校舎に参加人数の制限はない。韓国では他の SNS を上回る。 圧倒的なユーザー数を誇り国民的 SNS とも言われる。韓国での略称はカトックカトク。2014年10月8日カカオトークの会話内容などを捜査機関に提供していたことを認めて公式に謝罪した。これは2013年から2014年上半期までに 受けた147回の防受令状のうち138回について会話内容などを捜査機関に提供していたもので、さらにログ記録やニックネームなどの個人情報についても4807回もの欧州捜索を受けたとされる。13日にはダウムカカオ最高経営責任者の遺族は7日から防受令状執行に応じずにおり、今後も応じないと発表。 合わせて利用者に対する反省の弁を述べた。これに対して検察側は公務執行妨害であると反応しているが、カカオトークにはリアルタイムで会話内容を傍受することは技術的にできないので傍受令状に対応しようがないと説明した。また、これまではサーバー上に保存されていた会話ログを提供していたが、保存期間短縮と暗号化の措置を行うことで、 ログの提供もできないようになったとした。しかし、2015年10月より、カカオトークは、捜査機関に対する協力を再開している。しかし、2016年10月、韓国のオーポーインは、防樹令状の執行を委託されたカカオが、サーバーに保存された、対話内容を抽出して、一定周期で、捜査機関に提供したのは違法であるとして、その内容は、 証拠として認められないという判断を下した。これを受け、カカオトークは再度、捜査機関に対する協力の拒否を表明した。ありがとうございます。